平成31年2月16日、3月に閉校する阿蘇市立山田小学校で閉校記念式典が行われ、卒業生や地域の人たちが大勢集まり、閉校を惜しんでいました。式典に先立ち、まず閉校記念碑の除幕式が行われ、校歌などが刻まれた御影石の記念碑がお披露目されました。式典では小野正治校長が、閉校で全て終わりではなく、山田小での思い出を胸に夢に向かって力強く歩んでくださいと式辞を述べ、また児童代表お別れの言葉では、感謝の言葉を次のように述べました。僕たちは山田小学校が大好きです。山田小学校ありがとう。そしてさようなら。山田小学校は少子化などにより内巻小学校との専攻統合を決断し、今年度をもって144年の歴史に幕を下ろします。この日の閉校式には卒業生や地域の人たちおよそ400名が参加し、昔の写真などを見ては懐かしみ、それぞれに山田小学校に別れを告げました。続いて行われた第2部では、全校児童28名による山田小学校での思い出の発表や、また20代から90代まで様々な年代の卒業生によるトークコーナーもありました。締めくくりには山田小の児童が長年取り組んできた地域の伝統芸能オクラの虎舞が披露され、地域の保存会も出演し、見事な技に大きな拍手が送られ、閉校式に花を添えていました。